全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかの。わしの名前はオーキドじゃ。何お前、なんかすごいにっこり笑顔じゃないか、エースマン。なるほどな。ランクバトルにドイマックスが帰ってくるということでね、エースバーンが大活躍すること間違いなし。もうウォーミングアップもバッチリといったところじゃの。ということで今回はエースバーンがね、にこやかになる、竜王戦ルールの、ランクバトルが帰ってきたということで、早速やっていこうと思うぞ。ピッピカチューということで、マッチングいたしました。パークさん、よろしく頼むぞ。しっかりとエースバーンが入ってるみたいじゃの。ザシアンサンダーエースバーン構築、うん、ガラルファイヤーも入ってるんで、まあ、バンギラスは選出していきたくて、でザシアンとエースバーンをぶち殺すために今回はね、砂鍵ドリューズなんで、ザシアンバンギラスドリューズ、バンドリってやつじゃの。その構築で、しっかりと選出していこうと思うぞ。さあ、久しぶりのダイマックス環境なわけじゃが、ダイマックスアンチのわしでもね、対応できるかな。さあ、お相手はハイフザシアンじゃな。わしと一緒、マジで。ああ、もうね、ザシアンミラーぶっくり始まっていく。なんなんじゃろうな、このザシアン構築は。初手ザシアンとりあえず出すみたいな。なんなのこれ。何、社会人のマナーか何かかな。また 50% の運ゲー始まっちゃうじゃんね、これね。居住山の打ち合い、いつもね、この初手ザシアンミラーはね、同速勝負の運ゲーが始まる。初手取ってくるなお前な。50% 制してくんじゃねえ、しょうもないの、本当にな。耐えてゆく。でこちらも居住山打ち合って、いやお前さ、これ最初お前先制取ったんだから、次はわし勝たないとおかしいからな。本当に2分の1なんじゃから、お前最初に先制で居住山打ったんじゃから、次はわしがな、先制取んないとおかしいからな。本当によろしく頼むぞ、マジで。うへへへ、おい、ザシアン突破して、ゆぐいいよ、もう最初に、居住山で先制取られるのはもうどうでもいいわ、ガチで。むしろ、後半に先制取れたことによって、こっち多分、ザシアンより速いポケモンがいないので、マジで助かる。エースバーニング。まあね、お前を殺すために今回ね、ランクバトルやってると言っても過言ではないからの、よろしく頼むぞ。不意打ち。不意打たれてしまうと、さすがに耐えないと。今一つとはいえね。しょうがないの。ザシアン、お疲れ様です。しかしながら、ここからが本番なわけじゃ、わしな。これね、バンギラスから出しても、多分ね、意味ないんだよ。なんで、ドリューズから出して、ダイマックス切っていくみたいな、感じの方がいいかもしれん。さあ、ドリューズをしっかりと繰り出していくんじゃぞ。で、ここなんだけど、相手の方が先に動いてくるんで、多分ね、もうダイマックス切って大ロック、相手の攻撃を一発耐えて、大ロック使って、上をね、砂かきで素早さ上げてっていうムーブの方が多分いいと思うんじゃよな。下手になんか攻撃して次のポケモンに上取られて、ドリューズがなんか無償で突破されるの一番きついから、ここ大ロック打って砂起こししていくね。さあ、久しぶりのドイマックス演出ね、いくぞー、チューはい、来たー、うるさマジでダイマックスの鳴き声うるさすぎ問題なんじゃが。はい、火炎ボール外してもいいんじゃよ外さないはい、タスキでしっかりと耐えてゆく。これでエースバーンは突破と。
で砂かき発動で素早さが2倍じゃよな、砂かきはな、うん、1.5 倍じゃないよな、2倍だよな。あ、いまいち覚えてねえけど、めっちゃ速くなるんじゃよこれでな。うん、なのでドリューズを抜かすことは非常に難しいということでね、ラストのポケモン次第じゃが、ガラルファイヤーとかだと、あ、もう最高すぎる、こっちもしたじゃろこんなの。うん、でおそらく相手ここダイマックス切ってくると思うんじゃよな。うん、で下手にダイロックとか打って倒せずに逆上プラス弱点保険発動されるのがきついんじゃよ。それは絶対避けたいので、ダイウォールをここ打っていく。まあそうじゃよな、ダイマックス切ってくるしかないよな。うん、多分弱点保険っていうか、ガラルファイヤーはもうわしの中でラムの実がちょっといて、ほとんど弱点保険だと思ってるのね。で HP 半分になると逆上で特攻が1段階上昇みたいな感じで反撃してくるみたいな感じだから、ここは大ウォールを放ってダイジェット受け止めてって感じで行った方がいいと思う。うん、でここね、多分マジでダイロック打たない方がいいと思うんだよな。うん、ダイスチルでダメージ与えるみたいな感じの方がいい。でその後バンギラスで詰めていくっていう感じがいいと思うんだよな。できれば半分削んないでほしい、本当に。相手ダイウォールか、まあそうだよな、ダイウォール打つよなここな。うん、これでドリューズのダイマックスが終わるわけじゃな。うん、次もアイアンヘッドとかでいいと思うんだよなここ。うん、多分砂があと1ターン残るから、ちょ危ねえよ、ここまで来て降参とかないからな。アイアンヘッド打ってダメージ与えて、その後バンギラスの、砂プラス何直帰で耐えるみたいな。あ、いいね、半分削らなかったな。これで相手逆上発動できなくて、でダイジェットで素早さ上げられても何の意味もないから、うん、多分これ変わったじゃろ。いけるいける。あとはなんか相手のなんかクソひるみ運ゲーとかない限りは勝てると思うぞ。でバンギロスをしっかりとね、選出しておいてよかったの。もうね、バンギラスはね、もうガラルファイヤーにクソ強いから負ける要素ゼロ。うん、相手が宝くじ当てるぐらいの豪運を発動しない限り勝てる、ストーンエッジで。いくぞー、お前マジひるみ連発で、ひるみだけで倒したらマジでお前宝くじ買った方がいいよ、ほんとな。うん、はい、全然効かないんじゃん。はい、マジでその羽引きちぎって、お前全部お前あれだぞ、焼き鳥にして食うかな、このファイヤー野郎のボケ。お前分かってんな、本当に不意打ち、相手諦めた、これ諦めてるね。ストーンエッジ当てていく、対戦ありがとうございました。やっぱりね、バンドリ好きだわ、強え、バンギラスドリューズ。マッチングいたしました、ゴバクオーさん、よろしく頼むぞ。なんじゃこのパーティー、ハピナス、なんか、一世代前のダイマックスない頃の構築みたいじゃな。どうしようかな。いや、今回はエースバーンを連れて行ってもいいかもしれん。格闘技に弱いポケモンが多いんだよ。うん、ハピナスもそうだし、バンギラスもそうだから、エースバーンの飛び膝蹴りがぶち刺さるイメージなんだけど、でもそれだったらザシアンでもいいんだよな。うん、ザシアンのインファでも問題ないから、どうなんじゃろ、エースバーンいるかな、ザシアンサンダー、あと一体なんかドリューズとかでもありなのかなっていう感じはする。どうしよう、ガチでないもん、時間ない、ザシアンサンダードリューズ、うん、もうこれでいくわ。さあ2試合目ということで、ゴバクオーさん、よろしく頼むぞ。いやでもダイマックス環境よくわかんねえわ、やっぱりね。お相手初手カプレヒレを繰り出してくるが、こちらはザシアンなんじゃな。
相手多分ランダラス意識のカプレヒレだと思うんじゃが、残念ながらね、ザシアン構築は初手ザシアン投げるのが社会人の最低限のマナーということでね、出し勝ちしましたね。はい。でお相手多分カプレヒレ下げてくるんで、ここは研磨をしっかりと積んでいくんじゃのおい、引っ込めてゆく。で相手カバルドンが出てくるわけじゃな。でもカバルドンとレヒレってどうなんじゃろ、なんかあくび使えなくなるから、なんかあんまりね、相性良くない感じがするんだけど。うん、さあここは攻撃力ぐーんと上げて、これでカバルドン無理やり突破もできるはず。さあ巨獣さんをぶち込んでやるんじゃろ、ピッピがチューどけカバ。お、めっちゃ削ったね。木の実かな、あ、木の実ですね。回復されたところで、次の巨獣さんで終わりと。あー、吹き飛ばしてくんのか、うぜえな。さあ誰が出る、サンダーが出てしまう。いやー、ここはね、もうどうしよっかな。相手何やってくるかな、ステルスロックとかなのかな。砂があるうちにドリューズ出してもいいんだけど、ここはザシアン出します。はい。でザシアンをぶち出していく。攻撃食らって助け潰されるのが一番嫌だから、やっぱりザシアンじゃな、ここはな。うん、さあ不当の件で攻撃力を1段階上げて、ガンプうざいね。ダメージはないんだけど、やっぱ素早さが下がってしまうのがあんまり良くない。でもここは巨獣山で、多分カバルドン上取れてるから、巨獣山で潰しに行く。よし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 、カバルドン突破できたのでかいね。わしの構築今カバルドンに打点ないから非常に助かります。ということでね、じゃあね、寝てな、うん、寝てなね、ダイパまでね。さあお相手はザシアンを繰り出してくるんじゃの。どうしよっかな、これザシアン素早さ下がってるけど、多分ザシアン切り気味に動いていいと思うんじゃよな。一応砂嵐があと1ターンじゃな、あと1ターンで切れる。でミストフィールドも切れるということで、裏レヒレでしょ、だからサンダーでなんとかなると思うんだよな。ここで無駄にサンダー削られるよりはザシアンで突っ張っちゃっていいと思う。うん、お、剣舞、いやー、それはアドですね。それ逆にアドだわ、ありがとね。ここなんか殴られる方がめんどくさかったわ。うん、さあ巨獣山で、ザシアンの HP を削って、もうねドリューズで普通に潰せるの確定してるから、ここはこれで OK で、このまま巨獣山で突っ込んでいって、ザシアンを落としてもらえば大丈夫じゃな。さあ相手の方が当然早いと、素早さ1段階下がってるからな。うん、でザシアンはお疲れ様でした、ワンパンチでございますね。まあ問題ないぞ。そしてそして裏からタスキドリューズをぶち投げていくんじゃろ。さあここまではマジで完璧すぎる。うん、でドリューズでダイマー切るよりはおそらくサンダーで切った方がいいから、ここは普通に自信でインファイト。それは耐えるぞ、残念じゃったな。気合のトスキがあるからな。え、この状態から入れる保険があるんですか。そう、気合のトスキ生命、自信ぶち込んでザシアンを処理していくんじゃな。やっぱドリューズいいな、ドリューズめっちゃ好きだわ。うん、すっごく使いやすいこいつで。ラストカープレヒレ、いや多分勝てると思う。うん、レヒレ上取って地震とか適当に打って、あれかな、アイアンヘッド打って、で最後サンダーでダイマックスで詰めて勝ちかな。
は？スカーフ？マジ？え、スカーフやばくない？普通にこっちのサンダー放電とかないんだけど、ボルトチェンジしかないんだけど大丈夫？え、これいやでもさすがに勝てるだろうサンダー、うん、多分大丈夫だと思うけど、ダイマックス第サンダーでいいと思うんだよな。うん、大丈夫だと思うぞこれで。さあお相手は、ダイマックス切ってくる。ダイストリームかな。ちょっと厄介だな。なんかこのダイマックス中のダイウォールの切り方とかがまだいまいちよくね、わし分かってない。ダイマックスオンチじゃからな。でこちらもダイマックスを切って、うん、久々の大怪獣バトルが始まっていくんじゃの。いくぞ、はい、ピッピカチュー。多分勝ったと思うけどな。あー、お相手ダイウォール切ってきて、ダイサンディングをブロックキングされて、まあ第3打連発で大丈夫だと思うんじゃが、ダメかな、ダイウォール打った方がいいか。いや第3打でいいだろう、これは第3打第3打で勝ちでしょ。さあ第ストリーム、あーまあ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 、雨降って 1.5 倍だとしても耐えないかな。さあ第3打、うん、6割強削れてるから次のボルトチェンジで倒せると思うんじゃが、どうじゃろうな。うん、ここ相手大ウォールでしょ多分。大ストリームだったら多分耐えるし、まあ大ウォールだよな、そうだよな。え、波乗り耐えないかな、ダイマックス終わったら。わしのダメージ感甘い？甘いかな。波乗り威力確か90とかだよな、 1.5 倍。え、耐えないか。いやもうここ信じてボルトチェンジ打つしかないでしょ。波乗り耐えろ耐えろ耐えろ。サンダーお前いけるよな。あ、いけなかった。ということでいかがだったでしょうか。いやー、ダイマックス環境久しぶりで割と面白かったな。うん、なんか笑ってっけど、お前笑ってる場合じゃねえぞ。これからもね、お前のことをねギタギタにするから。うん、ランクマの環境にお前のねエースバーンの屍を築き上げるので、屍の山をね。うん、だからお前笑ってる場合じゃねえからな、覚悟しとけエースバーン。ということでね、今回は、新ルールのね、竜王戦ルールの、ランクバトルやっていきました。これからもね頑張ってランクバトルやっていきますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。